はい。皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は商品を販売したはいいけれども、なかなか売れない場合どうすればいいかっていう話をさせていただきたいと思います。今回の動画は前回のこちらの動画と合わせてご覧いただくとより腹に落としやすくなるかと存じますので、前回の動画まだご覧になっていない方は、今上に出ている URL もしくは本動画説明欄にある URL からチェックしてみてください。 先に今回の超大切な注意点、2点お伝えします。 動画の中で価格を下げるという戦略について言及するのですが、価格を下げることをむやみやたらに行うのはやめていただきたいんですね。初心者の物販セラーの方は、商品が売れないと価格をどん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 下げてしまう。焦ってどんどん価格を下げるっていうことになりがちなんですが、価格を下げたらもちろん売れやすくはなるものの、ご自身の利ざや利益っていうのもごっそり持っていかれることになります。ですから金額 価格を下げるという戦略はあくまでもあまたある売れるようにするための対策の一つであってそれをいきなりやったりだとかそれだけをやり続けるっていうことは避けていただきたいんですねまた商品が売れないとリサーチが失敗したっていうふうに考えてしまって過去の自分をものすごく責めたりだとか悔やんだりしてしまう方がいらっしゃいますもちろん pdca サイクルといって で以前の行い行動考え方に対して反省をして今後に生かしていくのであればいいんですが過去を悔やみ続けてしまうことっていうのはただただネガティブな気持ちになるだけで非生産的なんですねお気持ちは本当にわかるんですけれども商品リサーチが間違ってたから売れないんだっていう風うに結論付けてしまうのも正直短絡的かなって思う節もありますあくまでも我々にとって大切なのはアド ホラーの三角柱でもある通り今から与えられた環境の中で何ができるのかっていうことだと思いますからせっかくまだまだできる改善の余地があるのをミスミス見過ごしてしまうのはもったいないっていう考え方で前向きに進んでいただければ幸いです。今回最も大切になるアマゾン上の機能がビジネスレポートというものです。ビジネスレポートについてはセラー専用の管理画面セラーセントラルのレポートタブビジネスレポート ををクククククリリッッッししてていいたただだき親商品別詳細ページ売上トラフィくとすぐに見ることができますこのビジネスレポートというのは各商品ページに月何人の人が来て合計何回見られてそれがいくつの売り上げにつながったかっていうことを事細かくデータ化したものなんですがこちらを見ると直近1ヶ月で何名の方が見に来て何回見に来てそのうちいくつの商品が 注文に至ったのかっていうことをこと細かくデータベースで数値化してみることができますあくまでもこのビジネスレポートにのっとっ 改善対策を行っていくってていいくうのが要になりますビジネスレポートにはいろいろな項目があるので、どこを見てどう反応すればいいのか分かりづらいですが、基本的にセッション数だけ見れば十分です。セッション数というのはざっくり言えば、何人の人が自分のその商品ページを見に来たかっていう数を表しているんですが、セッション数が20に満たない場合、要するに直近1ヶ月で20人も自分の商品ページを見に来ていい なないいい場合このののの状況といううは森の中でで商品を並べてて売っているようなものです人気のない、もしくは人がほとんど来ない森の中で商品を並べて売っていても、単純に人が買う機会っていうもの自体がないわけですから、商品が売れることはほとんどありません。稀に通りすがりの人がふらーっと購入していくっていうラッキーパターンはあるんですが、そこを初めから狙う商売の仕方っていうのは投機的なので決してお勧めできるものでは ありませんよっっててセッション数が20に満たないい場合っていうのはとにもかくにも、まず、人に見に来ていただく。自分の商品ページまで来ていただくっていう必要があるわけです。イメージとすれば、森の中ではなく、駅前の人通りがたくさんあるところに商品を並べ替えるという作業が必要になってきますから、とにもかくにも、人を集める作業に注力する必要があります。じゃあ、具体的にどうすればいいかというと、一番手軽なやり方が スポンサープロダクト、有料広告をかけることですね。有料広告をかけることによって強制的にご自身の商品を上位表示させ、より多くの人の目につくようになりますから、スポンサー広告をかけるっていうやり方をお勧めします。詳しいかけ方については前回の動画でお話ししてますので、そちらの方をご覧いただければ幸いです。ただ、前回はしょっていた部分なんですけれども、このスポンサープロダクトの中で自動で広告をかけるオートターゲティングという やり方をまずは試していただくんですがこのオートターゲティングは商品のタイトルやキーワードに基づいて Amazon がこういう検索キーワードの検索結果上に皆さんの商品を出そうっていうことを決めるわけなんですね。ですから商品のタイトルがあまりにも短かったり商品の特徴を捉えたキーワードを使用してなかった場合精度の高い広告を出すことができません。よって広告をまずかける。 前にご自身のタイトルを改善するそしてキーワード欄にもキーワードを入れるということを行った上でオートターゲティング広告をかけるという流れにしてみてください広告をかけてるにもかかわらずビジネスレポートのセッション数がいつまで経っても上がらないもしくは広告費っていうのがいつまで経っても消化されない場合は商品のタイトルやキーワードっていうのがあまりにも短かったりあまりにも 的外れだったりしてしまって、結果的に Amazon がどの検索結果上に広告をかけたらいいのか迷ってしまっているパターンが多いんですね。せっかくスポンサープロダクトをかけているのに広告費が全然消化されない、もしくはいつまで経ってもセッション数が上がらない場合は SEO に関係しているタイトル、キーワード、商品の仕様のうちタイトルとキーワードの部分を増強するっていう微調整を行った上で 広告をかけてみるると改善されることが多いですここで一点、重要なポイントです。スポンサープロダクトというのは、検索結果上に皆さんの商品をボーンと表示してくれるんですが、表示まではしてくださるだけで、その後実際にその広告をクリックして商品ページまで来てくださるかどうかっていうのは、当然ながらお客様次第なんですね。何度も表示されているのに、いつまで経ってもクリックされていない場合、実はあと2つ 改善すするる余地ののああポイントっていうのがありま一つっていうのは商品のトップ画像もう一つっていうのは商品の価格なんですね考えてみていただければ分かりやすいと思うんですが例えば商品のトップ画像がものすごくぼやけていたり色がくすんでいたり雑なものだったりするとその商品に魅力を感じずクリックしてくれないことがあります また、トップ画像がものすごく高画質で素敵なものだったとしても、金額があまりにも高すぎてしまうと、その商品を購入しようと検討することはしてくださらないはずなんですね。トップ画像の改善と商品の販売金額っていうものが、 ベラ棒に高くなっていないか、相場価格前後にしっかりと設定されているかっていうのも合わせて確認していただければ幸いです。次にセッション数が20、30、40、50と増えてきたにもかかわらず一向に売れない場合、商品ページの中に問題がある可能性があります。具体的には、 2点なんですが商品の情報があまりにも少なすぎるか、やっぱり金額。この二つがネックになっている可能性があるんですね。商品の情報っていうのは、アメリカのお客さんは、特に画像が少なくても購入してくださる方が多いですが、やはり画像があるに越したことはありません。特に商品のサイズだとか、重さ、そしてカラーだとか、素材、そういった重要情報っていうのが欠けていると、安心して購入に至らない。 購入しししてててもらえないい躊躇まししまうっていうっことがあり得ます商品ページまでは来てくれたんだけれどもどうしても価格が高い商品っていうのはカートには入れるんだけれども購入に至らずずっとカートに入ったままっていうこと皆さんも日本のアマゾンでショッピングをされる方よくわかる話だと思いますですから商品の価格っていうのが妙に高くなっていないか今一度セッション数が上がっても売れない場合っていうのは 改めて改善してみていただきたいんですね。冒頭でもお伝えした通り、商品の金額をただただ下げていくのであれば、こんな簡単なことはないんですが、同時にそれはご自身の利ざやっていうのを思いっきり持ってかれる話になってしまいます。金額をただただ下げていくっていうのは、正直あまりやりたくはないことです。そこで我々が行うのは、クーポンを使うという流れになります。クーポンというのは、60セントの手数料をし 払うと発行することができる要するに割引チケットなんですが基本的には3ドルから5ドルのクーポンを設定することによってお客さんの購買意欲を高める っていうことができます。特にアメリカアマゾンのお客様はクーポン大好きな方多いですから、クーポンをちょっとかけるだけで商品が売れる後押しができることになります。私が生徒さんにお勧めしている方法は、3ドルのクーポンをかける前に2ドル商品の定価を上げておくっていうことです。商品の定価を2ドル上げて3ドルのクーポンをかけると実質的に1ドル60セントだけ値下げしたことになります。ただ単純にクーポンをかけるのでは はなくて少し値上げをしておいてクーポンをかけるこのやり方っていうのをぜひ試してみてください。 最後に広告もかけた、クーポンもかけた、それでも商品がまだ売れないっていう場合どうすればいいかお話しします。この場合っていうのはやっぱり金額を下げるしかないかなと正直思うんですよね。もちろんずっと置いておくと3ヶ月とか半年ぐらい経った時にどういうわけだかいきなり売れ出すっていうタイミングが特にアメリカアマゾンではかなり多くあります。しかしながら在庫をずっと置いておくっていうのは在庫手数料とか長期保管 手数料と言われるものがかかってしまいますから商品をさばききってしまう方が諸々のコストっていうのを少なくすることができますどうしても我々自分たちの商品に対して人並み以上の思い入れっていうのがあるので相場価格よりも高く高く高く見積もりがちなんですねよって広告をかけてもクーポンをかけてお得感を醸し出してもそれでも売れないっていう場合はやはり相場価格よりも乖離した金額でまだまだ売っ ている可能性がありますので断腸の重いかとは存じますが損をしない程度赤字にならない程度の値下げっていうのをとりあえず一時的に行ってみていただきたいんですね一時的に行うためにはセール価格設定っていうのを利用することができます在庫タブ在庫管理をクリックしていただき該当する商品の一番右に詳細の編集というボタンがありますからそちらをクリックしていただいた後、バリエーションタブを ククリックしますそうすると、出品商品のバリエーションの一番右上のところに、セール価格というボタンがあります。そちら、クリックしていただき、セール価格をいくらにするか、セール開始日をいつにするか、セール終了日をいつにするか、この3つの項目を設定して保存することによって、一時的な値下げが行います。ただただ定価を値下げしてしまうことと違って、セール価格設定っていうのは期間限定で行いますので、万が一、管理が追いつか 行かなくなって忘れてしまっても一定の時間が過ぎた後また元の価格に戻りますからクーポンをかけても泣かず飛ばずの場合はセール価格設定を行うというやり方を進めてくださいというわけで今回は商品販売してるのに売れないっていう時にどうすればいいかっていう話をさせていただきましたもし少しでも参考になったという方はぜひ高評価チャンネル登録いただければ幸いです最後までご静聴くださりありがとうございました